こんにちは、AKB フーテータルピョンこと橋本アルナです。やっほー、こんにちは。とても雨嫌です。とても雨です。雨は嫌ですね、本当に。ずっと天気これなのかな、今日。あ、でも途中で止むんだ。途中でっていうか、あ、でも降ったりやん、あ、でも夜は止んでそう。公演終わりは止んでそうですね。嬉しい。それならまだまだありがたいかな。うん、雨ですね。どうしてもね、雨ってね、気分がねゾーンってなるのでね。低気圧嫌です。嫌ですね。アシュラさん、ツーさん、ハートありがとう。マルガンさん、ハートありがとう。確かに帰りは傘邪魔になる。ああ、なるほどね。え、じゃあ折りたたみ傘で。でもさ、この天気折りたたみ傘って結構つわものじゃない？わかります？この天気折りたたみ傘って結構つわものじゃない？結構降ってるよね今。でも帰り邪魔になるのやだな。まあ降ってるよね。明日も別に降らないでしょ。いや、明日降るんだったら、明日の夕方だけ降るとかだったら、こう傘持ってって今日は置いてって明日の夕方っていうか夜公演終わりに使えばもう最高じゃないですか。そう今日も明日も公演だから。そう、身近なバナナちゃん、直吉さん、ハートありがとうございます。すごい家みたいな使い方してるけど、劇場傘置いてくとか家みたいな使い方して、すいません。まあ、家、もはや家そうなんですよね。難しい話だ。
いやそんな傘を何日も置いておける場所がなくて、あと明日出たら次いつ出るか分かんなくて、そうもう劇場に傘置いていくなら、もう次の日に使わないなら、もう誰かにあの取られてもいいぐらいの覚悟じゃないと劇場の傘を置いとく場所がないんですよ。そうロッカーはあるんですけど、ロッカーの中に傘は入らないので、しょうがない。まあなんとかしますそりゃそう、なんとかします。今日もジュースを飲んでいきます。いやそうなの、折りたたみっていう方法もあるんだけどねっていう話さっきもしたんだけど、そう折りたたみっていう方法もあるんだが、しかしこの天気で折りたたみかっていう気持ち、そう葛藤中です。ただいま、まあ行く時の天気見て考える。いただきます。ご飯終わったら配信、逆です。配信終わったらご飯食べます。壊れてもいい折りたたみでいけばいいのかな。そんな壊れてもいい折りたたみとかある？いやある、そうあるんですよ折りたたみ傘、めっちゃなんか前もらってファンの方にプレゼントで、そうだからもうなんか折りたたみ傘だけで4本ぐらい持ってるんですよそんないらんやろってぐらいもらって、そうめっちゃある。ガイアさんハートありがとうございます。大事に使いたいですけどね。今日は4月9日お迎え？お迎え？何のお迎え？あ、ここまで？そんな素晴らしくないですよ。それはありがたい。もしもそれだったら。ハルピョンがしばらく見ないうちにギャルになってます。え？これギャルなの？今の私ギャルなの？じゃあ本物のギャル見たらみんなびっくりしちゃうじゃん。もっとギャルだよ、本物のギャル。今私ギャルなんだって。全然ギャルじゃない。でもまあギャル好きなんで全然 OK。ギャル、ギャルは生き様がかっこいいから好きです。
ツドナイトさん、ハートありがとうございます。ギャルかっけえっすよ。これでも3800か。ちょっと今ねツッキーを育ててるんですけど、なかなか育たないですね。つらい。うちの月島育て、育つんだ、頑張れ。小二代水さん、ハートありがとうございます。おはよう。今日めっちゃ起きんのつらかったです。本当に低気圧すぎて無理。もう今日はどれだけアイロンしていってもきっともう雨でダメになるので、髪の毛をまとめていきます。そう決めました。なのでアイロンしてません。櫛で溶いただけ。今日嫌ですね、こんだけ低気圧だと。でも今日はユイリーさんと久しぶりに一緒に公園に出られるので、それを楽しみに頑張ります。てかシャンプーがなくなったから昨日からシャンプー変えたんですけど、なんか絶妙。サラサラ感はねあるんだけどね、ちょっと絶妙。あ、そうなの？私とゆりさんだけは今日と明日一緒なの？あとのメンバーは全員違う？ごめん、うるさい。ごめん。私はずっと富山県出身の富山県代表人間として生きていますよ。はい、大好きなので、愛してる富山県なので。4月9日と、ここのめ、これみんなめんどくさいやつだ。9日とゆいりんさん、ゆきりんさん、たおちゃんいない、はうぴょん、おりんちゃん、あいちゃん、おりんちゃん、あいちゃん、ほんとだ、うちら2人だけ一緒じゃん。もうありがとうございますニコニコしちゃう。石田ひかるさん、ハートありがとう。
あ、違うの。これさ、iPad でなかなか LINE を開かないのでね。こう久しぶりに iPad で LINE を、今ちょっと携帯でツッキー育ててるから久しぶりに iPad で LINE を開くといっぱい通知が来るんですよ。そうでも全部公式 LINE。 悲しい現実。やめて、そういうこと言うのやめて、本当に本当に悲しくなるんだから。まあ LINE が来るから幸せってわけでもないですしね、別に。はい、来なくても幸せです。私はみんなが配信見に来てくれるんで。よし、4000超えたぞ。リエーフ強いな私が育てたんですけど、リエーフくん。リエーフを越すのがいい、何、誰を越すのが一番手っ取り早いんだろう。でもリエーフも結構強く育てたからな。セッターがね全然育たないんですよ。あとリベロ、早くちょっと野安さんゲットしたい。うちの月島さん4058。ちょっと待って、待っててみ、待っててみ。セッターはあの中学時代の影を使ってるんですけど、王様、そう、コート上の王様くんを使ってるんですけど、高校時代のトビオが出ない。そう、コート上の王様時代のやつしか出てくれなくて、今とてももがいています。私は課金はしたくない。こんにちは。ちょっと待ってね、今ランニングしてる。やばい、待って、ちょ、一旦こっちでターン数稼いで。あ、待って、やらかしたわ。あー、ランニング到達できなかった、ショック。うちのツッキーは2000、4000、なんつった、4058って言った、あ、4058、4023、負けた。今いち早く野安さんを手に入れよう。うちはじゃあいち早く野安さんを手に入れてどやろう、どやどやしよう。惜しかった、負けた、悔しい。でももう今できることはない。おにぎりもないし。
九州めっちゃ晴れてるんだ。晴れてるんだ。なんでこんな雨降ってんだろうね。いやじゃあすごい。あ、でも夜に降ってたのかな。九州はきっとこの雨雲さんたちが夜とか昨日とか降ってたのか。すごい日本直撃雨雲やだ。やめて。待って。もうすぐ12時。お腹空いてきた。楽しみ。配信終わったら食べる。1時まで配信します。でご飯食べます。どうしよう。1時まで何喋ろうかな。何喋ってほしいですか。なんか暇だからさ配信つけちゃうけどさ、喋ることあるもんね。喋ることあるよ。今日は僕の太陽公演楽しみ。私はみんなの太陽になれるように頑張ります。あ、今日来るの。1ヶ月ぶりに橋本さんの公演やったじゃん。供給されてくれ。いっぱいいっぱい供給されてください。VR 公演はコールがすごい。そうだっけか。なんか毎月うち VR 公演出てる気がする。いつもさビンゴの前にさ、ここからは VR 限定 VR 限爆レス公演でございますみたいな言ってる気がするんだけど、この曲では VR カメラに向かって私たちが爆レスさせていただきますので、皆さん楽しみにしててください。それでは明るく元気に楽しんで盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください。せーの、ビンゴって言ってる気がする。毎月気のせい合ってる。文言合ってた。適当に言ったんだけど。
確かに、そっか、 VR 抽選があるんだ。やだ、ゆうりさんとの MC なのにせっかくの。ねえ、邪魔しないでくれる邪魔しないでくれる、抽選っていう、本当にさ、やめてもらえるもうすぐ引こう、10枚、もう私が10枚引きます、はい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 、じゃあこちらの番号の方後で、はい、来てください、よろしくお願いします。さあ、ということでここからはですね やばすぎそんなこんなわけでデジャブ3曲続けて聞いていただきましたが、皆さんいかがでしたか。さあ、皆さんお待ちかねの VR 抽選コーナーでございます。もう分かってますよね、はい、10人チェキ当たりますよっていう話です。それではそれでは引いていきます、はい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 、こちらの10名様です、おめでとうございますやばすぎ雑すぎるさて、ここからはですね、いや事前に弾いておきましただったらみんななんか疑うじゃん、いろ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 疑うじゃん、ちゃんとその場では弾きます。そう、でもやばいか、さすがに雑か、ダメだ、それにダメか、え、今日ヒートテック着てった方がいい？寒い。いらないかな。でも家帰ってくんの夜。着てこ。毎日着てるし。毎日着てるし、別に着てこ。暑かったら脱ぎゃいい話。そう。聞く意味？会話じゃん会話って大事、みんなと会話したくて聞いたの、言葉のキャッチボール、こうね、寂しいじゃん一人でさ、ちょっとヒートテック着てこ、今日、あ、間違えた、今日ヒートテック着てこ、オッケー、寂しいじゃん、言葉のキャッチボールです。ギャローさん、ミラーボールありがとうございます。バンボシさん、クマにぎりありがとう。会話ぐらいさせてよ大事大事、今日久しぶりに劇場でお会いできる、よろしく、楽しんでいこう、今日ちょっとうちも楽しみ、ゆりさんもいるし、レミもいるし、くるちゃんもいる、え、その4人でアイドルなんて呼ばないでできちゃうの、激アツなんですけど、てか久々にレミと出る、なんかあんなにずっと出てたのに一緒に最近すれ違ってた、
セリちゃんは最近ずっと一緒に出てる。ちゃんのポジションって誰？今日ズッキーか。カルコウインクです。一緒にやるので、でもズッキーとはやったことあるから大丈夫。カルコウインク披露してる間にさ、私みずみんと一緒に公演出たいんですよね。そう、一緒にペアぶりがあるから。そうなのよ、カラコンウィンクを披露させていただいている間にみずみんと一緒に出たいんだが、出れなさそう出れなさそう、出たいんだが、しかし僕隊がまずね、今後ね、あんま少ないですね。知らない、今適当に言ってる、待ってねやばい、全然違ったらどうしよう。 AKB 公式サイト、そうね、ただいま恋愛中ばっかり。明日波動なんだ。頑張れポッキャムリー。でも強そう、なんかオンさんとあやみんいるし強そう。あやねちゃんってシールドだっけ。強そう。13、14、休館日、あ、オンラインだからか。オンラインお話し会の日ぐらいならできそうだけどね、公演。夜ぐらいならね、まあやめとこう、バタバタになるし。メンバーをこう頑張って揃えたらできそうだけど、やめましょう。そうやって私たちに負担をかけるのはやめましょう。まあ私夜の人だし、だからそれこそさ、夜だけの人が午前中に出て、午前中だけの人が午後から出たらいけそうだけど、やめましょう。そんなバタバタになりたくないんで、ね、16、今んとこ21日まで発表されてるけど、ファンの皆さんにも16しかない。20日にさ、63枚目発売記念って書いてあったからさ、え、待って、なんかあるっけと思ったら全然私関係なかった。ファンミだった、韓国の。全然うち関係ないやん、やめて21日もあるから、え、何と思ったら振り替えだった。全然うち関係ないやん関係ないやん。レミタンと一緒に出るのは3月12日以来。あ、そうなんだ。でもこの間までずっと一緒にいたからさ、3日とか4日とか、そう、エイトのやつとか、エイト10周年とか、リンちゃんの卒業とかで一緒にいたから、あんまなんか久しぶり感ないけど、そんな久しぶりなんだ一緒に僕隊出るの。ありがとう、調べてくれて。あれ、18日私リハあったっけ。
あ、リハだ。なんかあるよなと思って、え、波動あったけどなんかあるんだけどなって、でも休館日ねと思ったらリハでした。どうすればいいの、からかわりのくそとはあなたに特別なこのまなざし、好きですと言えなくて、え、すごい、サホさんのこれ何、あ、舞台か、こうやって見てるとおもろいですね、この AKB の公式カレンダして好きになったら、こんにちは、早く嬉しい知らせが聞きたい、なんかありますっけなんかありますっけ、いや、ないですよ、特に何も、すいません、アラームです、起きましょうっていうアラームです。2、3日、あー、あれはズッキーのあれです、ズッキーのラジオ、え、嬉しいお知らせツイートしたんだけど ズッキーのラジオです、出るよっていう嬉しいお知らせ十分したと思うんだが、確かに配信ででもラジオ聞いてねって言ってたじゃん、言ってたじゃん、関係なかった、関係あるよ、え、アルピオンのズッキーとのラジオ関係あるでしょ、なんで関係ないとか言うの、寂しいじゃん、関係あるって、だいぶ結構大事よ、関係あるって、てか次のやってみっちゃの放送いつなんだろう、そういえば来週ぐらいかな、わかんない、私たちも分かってない、私とスタッフさんも分かってない、しかなばなちゃんハートありがとうございます。あ、今何調べようとしたんだっけか、あ、思い出した、違う、いや、なんかポイントゲットできますみたいなメール来たんですけど、ちょっとその URL 踏むのが怖いので調べようと思って、あ、ゲットできました、なんか急に
急に2000ポイントゲットした。やった、正しい、本当に正しいやつでした。ちゃんとしたメールだった怪しいメールアドレスじゃなかった。よかった。ちゃんとしたお知らせでした。なんか6日に出てるからちょっと気持ちがなんか大丈夫だろうみたいな感じ。やばい、こういう時に限って間違えるから、ちゃんと冷静に今日も頑張りたいと思います。はい、こういう時に限って間違えちゃうんで。あと確か生写真が今日までだった気がする。花の生写真販売が今日までだった。正解。もうあと40分、みんなこのハルピョンのお花の生写真今日までなんで、ぜひゲットしてください。かわいい。まつげバッキバキに上がってるんで、多分これ松葉の直後ぐらいにあれした気がする、撮影した気が、気のせいかな。この日だ、この日だから、あ、そうね、多分割と松葉の直後ですね。直後ではないけど松葉後みたいな感じだね、きっと。あ、違うかも、待って、あ、全然違うかもあれ、全然違うかも、あれ、ちょっと待って、松葉、あ、背を、そうです、正解。あれ、なんでこれこの日予定入れてないんだろう、うちカレンダーに入ってなかった。なんで松葉から1週間後ぐらいの全体撮影、その写真、生写真撮影のあれなんで、結構調子の良い松葉です。いい時に撮影、あ、違う違う違う、私がいい時に松葉に行っただけ。うん、そうだよ私がいい時に松葉に、なんか私が松葉に行く時は大体本当になるべくこうコンサート期間前とかお仕事がめっちゃ重なってる前とかに行くんですよ。そうだから、この時はちょうど僕隊もいっぱい出てたりとか、あとその生写真の撮影あったりとか、イベントもあったりとか、握手会とかもあって、そういろいろあったりとかしてたので、ロケとか
お仕事とか、そういろいろいろんなことが重なってたので、松葉に行こうって決意した時ちょうど。マツパの効果はどんな感じですか？上がります。めっちゃ上がります。今全然上がってないんですけど、もうこの状態でもまつげ上がってるなってわかるぐらい上がります。そんなにも本当に起きた状態なだけでも、おまつげすごいじゃんっていうのがわかる。でも最近はなんか上手になってきたのか、マツパがなくてもなんか束感が見えるようになってきたんですよ私。そう、最後にマツパ行ったのはいつだ、ドボン前かな。さすがにドボンの前は行ったよ。そうね、ドボン前ですね、最後に行ったの。さすがにさすがにね、私その日に向けて一番大事にしてるところあるから、人生を。これは眉毛、まつ毛、美容液。ちょっと今パサパサしてるから塗って保湿しときます。本当にドボンライブのために生きてるみたいなところあるんで、さすがにその日は爪もやったし、松葉もやったし、髪の毛もいった？髪の毛はいってないっけ？髪は時間なかったんだっけ。髪もいってますね、全部いった。完全完璧橋本で行きました。ドボンいつやりますか。今日のドボンタイムは公演終わってからやります、多分。いやだってセンターで出る機会なんて私あると思ってなかったからですからね。本当に初めてのセンターはチーム8で経験させていただいたんですけど、あんなにまず主役になれるものって本当に絶対、コンサートってツアー絶対にないじゃないですか。普通にこう何期生みたいな感じで入ってたら、だから本当にチームメイトとして入れたことがすごくまず感謝ですし、オーバードホールでセンターに立たせていただけたこともすごく感謝ですし、
そっからねドボンっていうアプリがリリースされて、こうなんか私は暇つぶしでやってたんですよ。本当にただただなんかこう AKB のドボン、なんか AKB のこのなんていうんですかゲーム、メンバーだよっていうのが、メンバーだよっていうのが分かるゲームをなんか早く出してほしいなみたいなずっと思ってたので、そう、それが出た時にはなんか暇だからやろうと思って、楽しいと思ってやってたら、なんかファンの皆さんが AK ビンゴをネオに出演させて、出演するために頑張ろうって一緒に頑張ってくださって、なんかドボンライブやるらしいみたいなんで一緒に頑張ってくださって、そう、気づいたらなんか本当になんかドボンライブセンターで立ちたいみたいな気持ちがどんどんやっぱ強くなってきましたね。本当にだからこそ、そんなね私の思いもあるし、皆さんもすごく頑張ってくれたライブだからこそ、松葉もやってネイルもやって髪もやって、もう完全な橋本春奈、完全もうアイドルハルピョンの状態で会いたいじゃないですかそうだからちょっとその日はさすがにキュロキュロキャワキャワでみんなに会いたいなと思ってたので、キュロキュロキャワキャワで会わせていただきました。もちろん映像にも残るしっていうのもあって、なんか雨降ってるか止んでるかあんま分かんないけど、光りすぎててわかんない。ちょっとずつお腹がどんどん空いていきました。今日のゲッターズ飯田さんによると、なんか私小さなミスをみたいな書いてあったんですよ。小さな失敗をしやすい日、あの振り間違えても許してくださいはい、小さな失敗をしやすい日なので、振り間違えても可愛いから大丈夫って今日は許してください。すいません。ひまわりはね、こうゆっくりな振りが多い分ちょっと間違えたらバレちゃうよね他の曲はこう流れる、流れ、踊りの流れがあるから流れちゃえばバレないんですけどそう、ひまわりはやばい、久しぶりに間違、いやでもその気持ちがダメなんですよね。間違えるかもみたいな気持ちが良くなくて、いや私は合ってるっていう顔して踊ります。他の7人が違うんだっていう顔して踊りたいと思います。
周りの場合は他の3人が間違ってるっていう顔して踊ります。得意10年間で身につけたよくない。いやでも本当にそういうこともあるんですよ。この間ひまわりのリハやってた時に私以外の3人が間違えてて、そうそうなの、私が合ってた、でも逆に私が間違えてるみたいな感じに なるじゃん。そうだったら違うわ、2人だ、1人歌ってて2人が違ってて私が合ってたっていう、そうそういうこともあるんですよ。だから少数派が間違ってると思わないでほしい。この間さ、この間のさコンサートでさ、コンサートじゃない公演でさ、なんかめっちゃ目の前にさ振りコピーの人がいてさ、そうなんかすごい、もうなんか全部踊れるのみたいな、君全部踊れるのみたいな感じのぐらいの、本当に振りコピーなんか、まあ、上半身だけなんだけど振りコピーしてる人がいてさ、すごい踊りにくかったなかなかさ目の前でさ踊られることってないじゃんか。そう、本当になんか全多分全曲踊ってたんだと思う。私は途中から中盤ぐらいから気づいて、えみたいな。しかもさ左右反転で踊るわけじゃん、私が左でやってるやつをさ向こうも左でやるからさ、こう鏡じゃないわけ。そしたらもう分かんなくなっちゃうの。本当にすごいと思う、普通に尊敬はする、すげえなっては思ったけど、やめてみたいなそうめっちゃもう待って待って待ってみたいな、やめてやめて、でも顔全然覚えてない顔全然覚えてないけど、本当にすごいなとは思う、めっちゃそれに関してはねすごいなとは思うんだが、しかしちょっとパニックった中盤で、もうその人のことを見ないって決めました、その時そこはもう見ない、そこ見たら私が迷子になっちゃうから、そこは見ない。決めて途中から踊ってました。そう、逆にレス来なくなっちゃう、逆に見てもらえない、かわいそう。でもしょうがない、それで間違えたら私良くないから、間違えたくないからもう見ないっていう判断。寒いわ、ヒートテック着よう。すごいのよ本当に、なんかデジャビュのさサビだけやってるとかならわかるんだけど、もう全部やってんの。私デジャビュずっとさ上手にいるんですけど、そう全部やってってさなんかもう笑いそうになっちゃって途中でそう、もう見ないって決めましたメンバーだったかもしれない、確かにそれはあるね、メンバーだったのかもその人、普通に
ワンちゃん。こんにちは。今日は牛乳を買いたくて、ハルピョンが牛乳って思うかもしれないんですけど、なんかパンケーキが食べたくなっちゃって、パンケーキ、ホットケーキ、なんか米粉で作るパンケーキみたいなのが無印で売ってるみたいで、それを買っちゃったんですよ、この間。なんか美味しそうと思って買っちゃったんですけど、牛乳なくて作れなくてそうだから牛乳を買いたいと思います。今日か明日、今日買っても明日は作らないから明日かな、明日買って明後日作るかもしれない。あとは今日いろいろ買いたいものがあって、ちょっと早めに出るぞって気持ち。配信はしないですよ。普通に食べて、普通に、普通に作って普通に食べます。はい、すいません。そう、明日も公演だからメイク道具を置いていけるので、劇場に。なので、そのメイク道具を置いた分、買い物したものをカバンに入れて帰るって感じです。料理配信はしないです。見たくてもしないです。はい、できないんで料理できないんで、人様に見せるものじゃないので、料理って危ないし、炎とか刃物とか、どれだけでも人間をね、人間の命を奪えるものを使って作るので、水だってそう、危ないから、人様に見せるものじゃないやべえ、正当化してる。しないです。危険なことはしないです。そう、流血事件とか起こったらバンですから、よくない。私は、いや本当に、多分うち中学生高校生の時より料理作れなくなってる。
小学生中学生高校生よりの自分より。あの時はさ調理実習とかさあったりしたじゃないですか。とか、手伝ってって言われる環境にあったじゃん。やばい、全然その時よりも絶対できない。いや将来的にね、これから先ね、生きていく上で料理って多分大事だと思うんです。分かってはいるんですけど、なぜかやる気持ちが起きないんですよね。本当に嫌だよね嫌になっちゃう。本当に。まあね、そうなんだよね。やらなくても食べられる時代になってきちゃったのが悪い。いや、私ご飯は炊けますよ。米だけは研げる。めちゃめちゃ。そうなんだよね。ちょっと久しぶりに作らないと。絶対下手になってる。パスタも茹でれます。チャーハンを作ろうと思ったことがないもん。チャーハン作れるって聞かれてるけど、チャーハンを作ろうと思ったことがないので、うん、いや本当に。でもよくね聞かれますよ、料理するのって。いや本当にしないですって言ったら、えどうやって食べてるのってよく聞かれますけど、まあこういう結果になるんですよねきっとねあとお弁当がね出るお仕事のことが多かったり、劇場とかもそうだし、だから弁当で満足させるよね、お腹を。あと何で生きてんだろう、うち。パスタ。心配されるわみんなに。やばいやばい。まあでも別に女子だからご飯作れなきゃダメとかないと思うんです。はい、私には唐揚げ作ってくれるファンの子もこの間できましたし、今日いないと思うけど。ありがとう。そろそろ料理が標準装備のお年そうですよね、年女なんで関係ない、年女なんで料理そろそろできないと。そうですよね。迷子。私の結婚相手条件に付け足しといて、家車料理お願いします。だってそれで24年間生きてきてるんで
いや実質何20年ぐらいもっとか、実質もっとだけど、まあ、作らなくてもいい環境っていうのもありますよね。でもご飯も米も研げるしパスタも茹でれるから大丈夫な気がする鍋も作ろうと思えば作れるよ。お味噌汁だって作ろうと思えばきっと作れる。旦那オムライス作、あ、オムライスは私も作れるから大丈夫、旦那いらない旦那作れなくていいよオムライスは。だってオムライスなんて米と卵でしょ、うん、私も作れる。あのふわふわとろとろなんかあの真ん中開いてパッカーンとろとろは無理だけど、うん、なんかさ髪の毛がさめっちゃ落ちてるのを見るたびにさあ早く髪の毛切りたいなって思うんですけどさ、アイドルやめたいなとは思わないからさ、そう私が髪の毛切るときはアイドルやめた後って決めてるので、バッサリ切るときね、こうなんかなんて言うんですか、毛先だけ切るとかじゃなくてバッサリ切るときはアイドルやめた後って決めてるので、まだまだ切れなさそう。今の聞いてオムライス食べたくなった、あと食べてください食生活ねどうしてるんですかね本当に。鳥取イベ行った時に大場美奈さんが栄養士に全部料理してもらってるって言ったから、えそうなの、うちも野球選手とじゃあ結婚できるやん でも別に野球選手と結婚したいと思ったことないんだよねあんまり、正直別になんか推しって感じ、うん、ガチ恋じゃない、普通に見てるのが楽しいって感じ、うん、もしね将来ねこう出会っちゃったら、出会ってお互いが好きになっちゃったら別ですけど、でも野球選手じゃないから結婚しないですみたいなんじゃない私。安心して安心して、うん、いや職業での結婚も全然ありだと思いますよ。旦那さんが美容師だから結婚、ん違う、美容師だから、ん旦那さん、ん美容師の旦那さんと結婚したいとか全然ありだと思いますよ。髪切ってもらえるじゃん、前髪も切ってもらえるじゃん、髪染めてももらえるし、
とは何がある、職業で選ぶ場合、お医者さん、なんかもしもなんかあった時にこれでこうでこうなんだけどみたいな言ったら、あそれマジすぐに病院行ってすぐにちゃんとした検査した方がいいとかって言ってもらえるのもめっちゃ嬉しいっていうか、なんかありがたくない？そうだから全然ありだと思う、職業で結婚するのも。確かに整体師、マッサージ師あり、めっちゃいいねでも家で別に整体師じゃなくてもマッサージしてくれって言ったらしてよって感じですけどもう別に整体師じゃなくても、まあでもちゃんとした施術はしていただけますよね。マッサージ師、家で仕事したくないか、あああ確かに料理人いいね。別にそんな本格的な料理人じゃなくても、このなんて言うんだろう、なんかやばいちょっと DIY でつけてた扉が外れそうになりました。もう寿命なんですあれ、はいもう寿命なんですよねあの子。なんかもっと綺麗に DIY すればよかったって後悔してる。なんとなくでいっか。あ大工さんとけ、なるほどね。いや別に全員さ、それ友達作ればよくね、全員友達になればよくない？それ別に大工と結婚しなくても大工と友達になっとけば必要な時にお願いできるやん。まあお金は払いますよもちろん、だし料理人、まあ料理人だな、料理はさちょっとね、料理人だな。めっちゃ友達多い旦那さんどう？めっちゃ友達多い旦那さん。私が今からこの人とこの人とこの人とこういう職業の人と知り合うっていうのは難しいじゃないですか。だからめっちゃ友達多い旦那さんと知り合って、その旦那さんの友達に全部やってもらう、うん、どうですか？もちろんお金はお支払いしますけど、なんかそっちの方がさあれじゃないと、そのなんか業者さんにさ頼むよりさ、なんかここもちょっとこうしてほしいんだよねって言いやすそう、大工の場合大工の場合だけど
もうちょっとこうしてほしいんだよねみたいな、言いやすそう。卒業意識してさ、全然してない、ごめん、一生こういう話しかしてないうち、マジで卒業意識してないです。旦那さんが他の男と会わせたくない人だったら、いや別に私会わなくていいですよ。じゃあそのだから私がその旦那さんにこうはここはこうで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 こうしてって大工さんに言っといてねって言えばいい話でしょ。しょ、車直せるんで旦那さんと友達に、私とじゃダメなんですから車直せるから旦那さんと友達になりたい、私とはダメ。結婚式旦那さん側の知り合いであふれかえ、もうそれでいいですよ。はい、全然いい。うちの知り合いなんて思う、友達もう片手でいい片手でいい、本当に。だって産婦人科の友達はうちいるし、看護師の友達もいるし、2人イラストめっちゃうまい友達もいるし、イラストレーターとかではないけど本当にめっちゃイラストうまい友達もいるから、で子供の扱いが慣れてる友達もいて、えもうすごくない？てか友達看護師多いんだけどそうなんですよね、うち友達看護師多くて、一生採血してもらえる、ありがとうって一生血取ってもらえるわ私ありがとう、どうぞうん、看護師多いです。みんな看護師、ほぼほぼ。どこまで友達とするかって話なんですけど、いやでも看護師の子たちはそれこそ大学時代実習とかめっちゃ大変そうでした、うん、明日実習でみたいな言ってた、あと国試受けなきゃ。てか美容師の友達いるわうち、うん、やったやった、安心。めっちゃ友達いる人みたいになってるよね。友達です。でも終わりこれで今出てきた人たちで多分終わり、もうあといないもうあといない、困っちゃう。の、もう1時2分、お腹すいた。これだけじゃちょっとお腹まかなえなくなってきた。ご飯食べる。
か暇だから友達に。でも友達持ってそう、かわいい LINE のあれ。背景持ってないかな。プーさんが好きな友達なんですけど、その子は子供扱いがとても上手な友達。あ、持ってるわ、プーさんの。やめよう、 LINE 着せ替え。なんか気まぐれで送ろうとしてる今。でもやめます、 LINE の着せ替え持ってました、プーさんのやつ。また夜多分配信できたらするんで、よろしくお願いします。ランキングいきます。1位飛騨彩もちさん、ありがとうございます。2位直吉さん、ありがとうございます。3位一条寺ひかるさん、ありがとうございます。4位としさん、ありがとうございます。5位10アットうさぎの 3D パズル。え、そうなの、接着剤入り、マジ。ちょっと今あっちにあるわ、見てみる、ありがとう。6位バンボシさん、ありがとうございます。7位、鉄道の8アットピョンドさん、ありがとうございます。8位おでかゆい、8位ギャローさん、ありがとうございます。9位ファニン、4.5 ドルさん、ありがとうございます。10位マックビックさん、ありがとうございます。11位韓国語の方、カムサハムニダ、ありがとう。12位マジカのバナナとまともな手紙書き直し中。じゃあとても泣ける文章を期待してます。13位アシュラさん、ありがとうございます。そう、昨日ね配信終わった後にみんなの手紙見て、あの結構なあの目にうろ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 だったので、あの今日目腫れてるかもしれないんですけど、顔むくんでるかもしれないんですけど、ちょっと公演までにはちゃんと直して、可愛いハルピョンで登場するので楽しみにしててください。劇場ということでありがとうございました。またオンデマさんだったり劇場でお会いしましょう。相手ありがとう。それではまた夜最後にキャッチフレーズをしております。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。キャム自慢のラビットジャンプで15,787盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋渡るでした。それではまたね、ありがとう、バイバーイ。